おはようございます。今日は試合の日です。ですが、まあサムネにもある通り、今日はメンバー外になります。メンバー外の選手の一日を届けていきたいなと思います。メンバー外の選手はね、当日練習もあるので、早速練習に向かっていきたいと思います。はい、出発していきたいと思います。現在ね、時刻7時なんですよ。6時半起きです。練習組の方が2時間ぐらい早くグラウンドに着いて、練習やったりホームゲームの設営のお手伝いやったりとやっていくっていう形なんですけど、まあ、僕は今回ちょっとここ何週間でいろいろ怪我が重なってたのもあって、練習中にねプラスで怪我をしてしまって、プレーが今はできないという状況で、まあ、すごい大きな怪我ではないんですけど、まあ、今週も試合に出ることはちょっと厳しいという状況だったので、そして練習とかもがっつりはできないので、まあ、リハビリというか今日はやっていくと思います。試合には出られへんけど、ホームの3連戦も最後なので、チームが勝てるように全力でサポートしていきたいと思います。到着しました、長田。じゃあ向かっていきたいと思います。 GO! ロッカー着いたんで、トレーニングの準備していきたいと思います。今日の気合どう？パワーだよ。落ちどこ今日も最高のピッチですね。どうですか？絶好調です。ベンチつけて。頑張れよ。ちょっとトレーニング終わって試合までちょっと時間があるので、ゆっくりしていきたいと思います。メンバー外は上で試合を観戦し、チームを応援していきたいと思います。試合が終わって帰ってきました、まあ、結果で言ったら負けで、開幕3連敗ということで、なかなかしんどい出だしにはなっているんですけど、今日は試合に出れなかったので、なんか上から試合を見てて0対3で負けたんですけど、0対3で負けるほどの差があったのかと思うところもあれば、やっぱりそうやってね、結果で出てるってことは、それだけの差があったってことでもあるし、まあ、すごいいろいろ自分で考えさせられることがあって、まあ、それとかもね、ちょっとお腹減ったんで、さっき荷物とか家に置いてご飯食べに行って帰ってから話そうかなと思います。じゃあ千代菊さん、いつもお世話になってます。こんばんは。行きます。はい、夜ご飯です。いただきます。ごちそうです。今から帰って足アイシングしていきたいと思います。帰ってきたんでアイシングしていきたいと思います。足首をね、ちょっとひねっちゃったんで、アイシングをして
たいと思います。ちょっとラップ忘れたからタオルで。アイシング15分3セットするんですけど、結構長いんで、まあ、試合も今日上で見てたから、今日は違うチームの試合を見ていきたいと思います。奈良クラブの試合見ようかな。やっぱ知ってる人が多い試合は見てて面白い。確か0対0の引き分けだったのかな。ちょっと見ていきたいと思います。はい、アイシングも終わったんでお風呂入って今日はもう終わっていきたいと思います。はい、今日一日が終わりました。今日は試合の日やったんですけど、結果は0対3で負けっていうことで、まあ開幕3連敗とすごい厳しい状況からスタートっていうことなんですけど、まあ今日は、怪我の影響もあって試合に出場できなかったんですけど、やっぱチームとして開幕から3連敗っていうのは優勝を目指す上ではすごいきつい結果とはなるんですけど、この負けをね引きずっていってたら、この先勝つのはすごいしんどくなってくるし、やっぱり負けが続くとね、チームの中の雰囲気だったり、やっぱり悪いところが出てきたりとかはあるけど、こういう時こそ自分にベクトル向けて、どうやったらチームに対してプラスの影響を与えれるかとか、試合に出て活躍できるのかとか、そういうことをまた一から考えてやっていかないといけないなって思いました。まあ、その中でポジションがフォワードなので、まあ、試合に出る時には、まあ、ゴールっていう結果がね一番流れを変えたりチームにとってプラスのことだと思うし、それをするためにも日頃の練習にもっともっと力入れていかなあかんと思うし、落ち込んでてももうあとね1週間後にはまた試合があって、1年間で30試合リーグ戦があるので、その中の3つが終わったという考えで切り替えてやっていきたいなって思います。まあ個人的には、早くね怪我を、まあ、そんな大きな怪我じゃないんで、早く怪我を治して、チームに合流して試合にね出て活躍できるように、まずは先に怪我を治すことを意識して、また全力でね戦えるように頑張っていきたいと思います。じゃあ今日はもう寝たいと思います。では皆さん、バイ。